16日の阪神競馬にある3歳未勝利、ダート戦8 0 0メートルイコール14頭立てで竹豊騎手が騎乗した一番人気のグランオース。オス3歳、立党、角田孝一九社、父マジェスティックウォリアー、が人気に応えて後位から抜け出し、デビュー5戦目で初勝利を挙げた。竹豊騎手は15日に55歳の誕生日を迎えたばかりで、 この日の初起場で、55歳初 v を決めた。勝負どころの反応は一息でも、しっかりと足を伸ばすのが熟練の技だ。ビナーズサークルでファンからプレゼントを受け取った竹豊騎手は、スタートが決まったので、行けたら先行しようと思って、もっと良くなりそうな馬だと思う、と振り返った。 これが今年の21勝目と年始から好調を続ける名手は結構追わされた。55歳には厳しい、笑い、半マイル、800メートル、追いっぱなしだったね、と気持ち良さそうに汗を拭った。今日は全7クラ明日も5クラ騎乗予定。ますますさえ渡る手綱さばきに注目だ。